リトルナイトメア。不気味な世界観を持つ独特のホラーゲーム。さあ行こう。ゲームスタートと同時に闇の中から女性の姿が浮かび上がる。これはとても怖い。少女は悪夢から目が覚めた。彼女の名はシックス。この物語の主人公だ。公式曰く記憶喪失らしい。シックスは巨大なカバンから飛び起きた。クリアするために必要なことは一つ、右に進むこと。たまに左に戻ったりもするが、大体右だ。さて、奇妙な部屋にやってきた。一見古びた部屋にしか見えないが、何やら天井から椅子がぶら下がっている。あれが本当の神座である。なぜあんなものがぶら下がってるのか。隣の部屋にはこれまた天井からぶら下がった男がいた。足元には椅子、床には手紙。この人は一体何をしてるのか。空日かな。首吊りをしているようだ。床に落ちた手紙は遺書の類だろう。何があったのかは知らないが、いずれにせよこんな縁起でもない部屋からはさっさと移動しよう。縁起でもない部屋パート2にやってきた。地面にタールのような液体がこびりついている。ネバネバする黒くべたつく何か。これはタールか、あるいはたたり紙か。冷蔵庫に黒い手形がついていた。お前んちおっぱけ屋敷。何かが飛び出したが逃してしまった。ちなみにこのゲームはスウェーデンの開発である。しかし世界観のモチーフにやたら日本的要素がある。スタッフの中に日本オタクがいたようだ。ちなみにこのゲームを一言で言うとホラーゲーム化したジブリ作品である。と天井から何かが降ってきた。未知との遭遇。こいつは一体何なのか。試しに友好的な態度を示してみよう。Who say it's my friend。この辺りは昼の領域らしい。暗くて湿った場所には大抵こいつらがいる。しかし明るい場所では休眠状態に入るらしい。おとなしくしてるうちにさっさと逃げ出そうと例の小さい生き物とまた出会った。追いかけようと思いきや床が抜けてしまった。縁起でもない部屋パート3、昼時刻。カンパス入れずに例の昼が忍び寄ってきた。またフリーハグを所望してるらしい。整理券を取ってから出直してきな。奴らに捕まる前にさっさと逃げ出そう。幸い奴らは泥臭い。ジャンプやダッシュを駆使すればどうにもならない時以外ほぼ確実になんとかなる。なんとかなった。右に進もう。また変なやつが現れた。三角形の被り物をしている。あいつは一体何だろう。そういえばシックスはだいぶ痩せているようだ。レインコートで顔は隠れているがあまり健康そうには見えない。ガリガリというかどっか病人めいた雰囲気すら感じる。さて奇妙な音が聞こえてきた。金属の擦れるような音だ。何かが上の階にいるらしい。謎の男が檻を引っ張っていったようだ。なぜか窓からロープが垂れ下がっている。この先の建物から脱出を試みた誰かがいたようだ。縁起でもない部屋パート4、トイレットペーパーがしこたま置かれている。鉄格子からバチバチと音がしている。通電してる可能性があるが試してみないことにはわからない。安全を気にしてる場合ではない。可愛い子には大冒険をさせろ。冒険が過ぎたようだ。電流を止めてトラップを解除。お邪魔しよう。シーソーやブランコ、それに積み木もある。どうやらここは子供部屋のようだ。種類豊富なおもちゃがそれを物語っている。とはいえ子供の手の届く範囲に致命的な電圧トラップを仕掛けるのはいかがなものか。安全性に対する意識が低すぎる。物の多さゆえかここはなんとなく学校のような印象を受ける。ファッキンスクールと異変発生。不気味なサーチライトが起動した。前方には何かおかしな像がある。背丈から察するにちょうど6と同じぐらいの子供だろうがあの光からは嫌な予感がする。見つからないように慎重に移動しよう。見つかってしまったがセーフ。動きが極端に鈍るがギリギリ間に合ったようだ。ちなみに間に合わない場合はこうなる。体が石にされてしまうのだ。明かりがあると動かないという点においては例の昼と同じだ。固まってる時のポーズが似てることからもこの2つは何かの対比なのかもしれない。さてリトルナイトメアの世界観は全体的に意味不明で不気味だ。しかし意味深なメッセージもまた多い。プレイできる現代アートとでも言おうか。隠し部屋の先で例のおかしな子供を見つけた。覚悟をしてもらおう。さてこいつの名前はノーム。いたずら好きの不思議な子。思いもよらないことがたくさん起こる猛の中、ノームたちはそこら中に潜んでいる。過去に何があったのか怯えながら暮らすノームたち。それでも中には他の者と友達になりたがるノームもいる。そうしたノームは大抵は長くは生きられないというのに何やら訳ありのようだ。ちなみに友好的なノームがなぜ長生きできないのか、その理由はそのうちわかるぞ。さてリトルナイトメアではこの辺りから不気味な表現が増え始める。何が起こるかわからない。気を引き締めていこう。部屋に入ると扉が勝手に閉まった。反対側から誰かが入ってきたようだ。隠れよう。不気味で不格好な男。足は短く手だけが異様に長い。ベッドの上には他の子供が寝ている。そんな寝息を立てる子供たちの間を奇妙な男が通り過ぎていった。どうやら男は目が見えていないらしい。寝る子に配慮してか不気味な男はゆっくりと扉を閉めて隣の部屋に行ってしまった。あいつの正体はわからないが単なる化け物ではないようだ。もしかするとあの男が子供たちを管理しているのかもしれない。とりあえず先に進もうと突然6に異変が起こった。腹を抱えて苦しそうなうめき声を上げ始めた。腹痛かと思いきや腹の虫が鳴っているようだ。ただの空腹というよりは餓死寸前といった様子。何か飯を食わないと今にも倒れてしまうだろう。檻の向こうで誰かがご飯を食べていた。こんな時に飯テロとはと思いきやなんとパンを差し入れてくれた。圧倒的感謝。キンキンに冷えてやがる。ありがてえ。涙が出る。犯罪的だ。うますぎる。染み込んできやがる。体に。見知らぬ誰かの優しさによりシックスは何とか命拾いした。地獄に仏とはまさにこのこと。この世界もまだ捨てたもんじゃない。さて、この飢えというものがリトルナイトメアの大きなテーマの一つである。それを象徴するかのように、シックスが今いるこの施設はもうという名前だ。もうは胃袋を意味する言葉である。つまりみんな腹の中というわけだ。人は食わねば生きられない。罪と罰、飢えるものと食べられるもの。そもそも何かを食べることは善か悪か、この2つの要素に注目して物語を追っていくのもいい。さて、また光る目が現れた。あの光に照らされると大変なことになる。見つからないように慎重に移動しよう。どうやらこの建物自体が定期的に揺れているようだ。揺れ動く掃除用具の影をうまく利用して警戒網を突破しよう。ところで、この手のホラーゲームの主人公ってなんでこうも肝っ玉が座ってるんだろうが、行動力の化身だよね。と足場が動き始めた。急いで向こう側に渡らないと真っ逆さまに落ちてしまう。登れない。ひどい目に遭うことに関しては右に出る者がいないシックス。迷わば破れる。なんとかギリギリで間に合った。全く息をつく間もない。居住区らしきところにやってきた。中に入るとまたいた。ノームだ。シックスの姿を見て逃げ出すのも相変わらず。さて、ここは今までと違ってだいぶ小綺麗な雰囲気だ。人の生活感がある。とはいえ、アリス症候群を発症してしまいそうな内装だ。鍵穴がある。どこかに鍵があるはずだ。探しに行こう。置かれているもののサイズが何やらアンバランスである。絶対上の方の棚、使いづらい。鍵を回収して、さあ行こう。オン。猿の置物を見つけた。大好きホールドからの投擲。こいつ動くぞ。とはいえ使い道はわからない。使えん猿だ。エレベーターのボタンがある。届かない。行けボナンザ。でかしたボナンザ。素晴らしい。行けボナンザ。できる猿だ。連れて行こう。頼もしい仲間ができた。添い遂げたい猿ナンバーワンである。と異変発生。シックスの対象がまた悪化した。割とシャレにならない状態のようだ。何か食べ物を探さないといけない。まだ食べ物を恵んでくれる者はいないものか。ネズミの死骸がぶら下がっている。檻の中には何かの肉。ネズミの残飯というのも少々気に食わないが、これでなんとか生きられる。やたら腕の長い男が別の子を連れて行った。完全にしてやられた。シックスはまんまと罠にはまり監禁されてしまったのだ。他にも同じ境遇の子供たちがいるようだ。あの男の狙いが何かは知らないが、さっさとこんなところから逃げ出そう。オッケー。逃げ出したはいいものの、レバーに手が届かない。こっちの人に協力してもらおう。オッケー。さて、先ほどから何度も子供たちが登場するわけなんだけど、どの子もみんな管理されてるんだよね。強制収容っていうんかな。まああんまり幸せそうには見えないな。さて、例の男が何かをやっているようだ。幸いこちらのことは気づいていない。どうも檻から子供たちを取り出してラッピングしてラインに流しているようだ。悪趣味なことをしやがる。もしかすると教育に対する風刺かもしれない。それはさておき、なんとかここを突破しよう。目隠しをしてるんで大きな音を出さない限り気づかれはしないはずだ。うっかり気づかれてしまった。急いで逃げ出そう。今のは危なかった。さて、こいつの名は管理人だ。はるか昔に忘れられし多くのものを持ってこの世から逃げ出し、もうにやってきた男。そんな彼はまるで物語の中から飛び出してきたような見た目をしている。今や管理人となった男は一体何をしているのか。沈黙の中、一人ぼっちだ。脱出成功。この世から逃げ出した男管理人、つまるところ自殺でもしたんじゃなかろうか。ま、その辺はよくわからないが、ここはこの世ではないことは確かだ。またよくわからん部屋にやってきた。大量の靴が廃棄されている。この靴の持ち主たちは一体どこに行ったんだろうか。靴の中をかき分けて進んでいると突然異変発生。靴の下に何かがいるようだ。こちらに向かって迫ってくる。足の下に何かヤバいやつがいる。しかもダストシュートからは定期的に靴が降り注いでいる。一体ここは何なんだ。遊泳禁止区域らしい。靴に足を突っ込むと何かが迫ってくる。追いつかれないように向こう岸に渡ろう。個人的にこういうシチュエーションが一番怖い。正体不明の敵が背後から追ってくる状況はまさにナイトメア。なんとか助かった。ここでは何も見なかったことにしよう。どこか遠くで音が聞こえる。出た。また管理人である。ラストシュートに飛び込んだシックスの後を追ってきたらしい。とりあえず捕まる前に逃げるしかない。ところで、あの管理人の正体は一体何なんだろうね。まあ、見た目が怖いせいで悪人にしか見えないけれど、実は結構子供たちに配慮してるような素振りも見せるんだよな。さて、エレベーターで2人乗りタイムである。気まずいなんてレベルじゃない。管理人は耳と鼻がいい。おとなしくしていよう。ノームに釣られて出ていった。なんとかギリギリ助かった。さてところで管理人が目隠しをしている理由は一体何なんだろうね。普通に目が見えないのか、あるいは他に理由があるのか。見たくない現実から目を背けているという隠喩なのか。さて床下を通ってきたはいいものの、こっから先は行き止まり。先に進むには上のルートを通らなければならない。管理人が邪魔だ。というかあいつは一体何をしてるんだろう。人形に向かってテーブルマナーを教えている。完全にイカれてやがる。とりあえず管理人の注意をそらそう。行けボナンザ、君のことは忘れない。見事に釣れた。管理人がサルゲッチュに夢中になってる間に通り抜けてしまおう。持つべきものは友である。ギリギリで間に合ったようだ。ところで管理人はなんで人形をこんなに集めていたんだろうね。もしかすると本当の子供と区別がついていないのかもしれない。あるいはそのことに気づかないために目隠しをしているというのか。謎は深まる。また意味深な部屋にやってきた。これは時計だろうか。首を吊られている。なんとなく冒頭の首を吊った男を思い出してしまう。この時計が管理人を暗示しているならば、あの男の時間はきっと止まったままなんだろう。個人的には首を吊った男と管理人の配達がとても似てるのが気になっている。管理人はどうしてこの世から逃げ出したんだろうね。やっちゃったぜ。言わんこっちゃない管理人がやってきた。見つからないようにやり過ごそう。靴を拝借。行けボナンザ。全ての時計が一気に動き始めた。管理人に追いつかれる前に駆け抜けよう。さてこの管理人なんだけれど、なかなかこじらせてる人っぽいんだよね。少なくとも殺意っていうよりも狂ってしまった優しさによって動いている、そんな印象を受けます。個人的なこと言えば過保護な保護者っていう表現が適当なんじゃないかな。わかるかなこれ。無垢な子供に無垢なままいてほしいと願うことは果たしてどれだけ罪深いことなんだろうね。さてクランクの穴がある。クランクの本体を探しに行こうか。管理人が棚の間をうろついている。目が見えないはずの管理人がどうしてこんなに本をしまい込んでいるのか、これがわからない。クランクを見つけた。あとはこれを持って逃げ出すのみ。陽動スイッチオン。テレビの音につられて管理人がやってきた。今です。クランクを回し始めると、さすがにこちらに気づかれてしまった。あばよとっつぁん。やっと管理人を巻くことができた。もう二度と出会わないことを祈ろう。はるか下で何かが揺れている。あれは管理人にラッピングされた子供たちだろうか。あの子たちは一体どこに送られていくんだろうね。突然の襲撃。管理人が腕を伸ばしてシックスを探している。このロリコンめ。管理人がこちらを見失っている隙に逃げ出そう。シックスは逃げ出した。だが回り込まれてしまった。いい加減にしてほしいもんである。あの扉の下に潜り込もう。扉は閉じかかっているにもかかわらず、まだ管理人は諦めていない。こうなったらできることは一つである。トムとジェリーごとに終止符を打ってやろう。支えを失った扉は閉まる寸前。それでもなお管理人は諦めない。歪みまくった保護欲に終止符を打ってやろう。ついに管理人を倒した。管理人が何をしたかったのかは謎のままだが、何とも言えない後味である。さておかしな袋がレールに沿って運ばれてくる。あの中に子供が包まれてるんだろうか。義務教育を終えていざ出荷。子供たちがどんな末路を迎えてるのか気になるところである。と誰かがこちらを見ているようだ。シルエットだけではどんな人物かよくわからない。親切な人だったらいいね。たどり着いた先、なんだかいきなり不穏である。というか普通に死んでる気がする。とまた空腹に襲われた。ここまで来るともはやお家芸の領域である。さっき食べたばかりなんてレベルじゃない。3度の飯よりガシが好き。胃袋にカービィでも買ってるに違いない。向こうの方で何か金属音が聞こえた。見に行ってみよう。そこにいたのはネズミ捕りに引っかかった1匹のネズミであった。ネズミには気の毒だが弱肉強食というものよ。つまりシックスは悪くない。大丈夫、あのネズミは夢の国に旅立っただけさ。くるまれた子供たちが山と積まれている。子供たちを肉のように扱うなんて許せない。弱き者を守るのは人としての義務である。管理人はこの事実を知っていたんだろうか。あるいは真実を知りたくなかったがゆえ目を塞いでいたというのか。いずれにせよここはまるで食肉工場だ。おや床に血痕が残っている。ここで何かの動物をさばいているらしい。食料庫も完備。餓死しがちなシックスもにっこりの環境である。誰かが料理をしているようだ。優しい人ならばまた飯を分けてくれるかもしれない。なんだあいつは。どう見ても優しそうな人には見えない。というかあの表情何、敗北時のガイルかと思った。笑ってるでもなく怒ってるでもない。まるで壁についたシミみたいな表情だ。そこのまな板で転がってる魚介類の方がまだハンサムである。しかし人を顔で判断してはいけない。もしかしたら飯を恵んでくれるかもしれない。蜂蜜ください。注文の多い料理店だ。最高。シェフはバカみたいな顔をしてこちらを見上げている。そのケツの穴みたいな無礼な顔でこちらを見つめるのはやめてくれ。気が散って仕方ない。凄まじい便器が現れた。何か色々と間違っている。このトイレのポテンシャルを最大限引き出せる人材などそうはいまい。この辺りは居住区の色が強い。誰かがベッドで寝ているようだ。すやすやと寝息が聞こえる。先に進むための鍵をこっそり回収しよう。こっそりが死んだ。急いで隠れよう。現れたのは双子のシェフだった。なるほど、トイレの便器が2つあった理由がこれである。こいつもケツの穴みたいな顔をしてやがる。便器に突っ込むのは尻か顔か、それが気になる。兄弟揃ってインパクトが強すぎである。鍵を回収した。どうやらここは今までにないほど危険なエリアらしい。気を引き締めていこう。不穏な台所を通過し先に進もう。シェフは相変わらず厄介だが若干泥臭い。いい感じに巻いてしまおう。さてこの辺りはもうの中でも台所と呼ばれるエリアである。台所、隠れ家の上ごちそうもした。蒸し暑く油でベタベタした台所で双子のシェフが料理に精を出している。床の上をずるずる移動しながらせっせと血と涙と汗を皿の上に持っている。冷蔵庫から肉引き機、そしてテーブルへとシェフは動く。皮には塩を振り、心臓はボイルして、手羽先はカット。それが何の肉であろうと彼らには関係ない。台所はインスピレーションの泉だけど使う道具には秘密がある。それもゾッとするような秘密が。どうやらヤバい場所に迷い込んだらしい。鍵穴があるが鍵はない。探しに行こうとした矢先シェフとばったり遭遇。唐突に始まる追いかけっこ。仲良く喧嘩タイムに突入。走り回って翻弄しよう。シェフを出し抜いたもののそこは行き止まり。見つかる前に隠れよう。あいつの首なんかおかしくない？それはさておきなんとか巻いたようだ。シェフが肉をさばいている。なんだかひどくグロテスク。とあんなところに鍵を発見。そのまんま取りに行くのは自殺行為である。策を考えよう。シェフが肉の味見をした。いやいやそれは生だろう。というかその顔仮面かよ。どいつもこいつもみんな揃って顔を隠して過ごしてる。しかし何とも言えない汚さだ。衛生管理どうなってんだ。飯かクソかわからない。あれはラッピングされた子供だろうか。いやいやそんなはずはない。陽動のおとりになってもらおう。くらえ。ピンチの音につられシェフがやってきた。今こそ好機。鍵を持ち出し逃げ出そう。シェフも異常事態に気づいたようだ。追いつかれる前に脱出だ。ラストシュートに飛び込んだ。脱出成功。とはいえ最後の山場が残っている。双子のシェフが皿洗いをしている。あいつら2人を出し抜かなければならない。ここが最後の大詰めだ。双子のシェフ、残酷な2人組。暴力と肉をこよなく愛する双子にとってはシェフはまさに転職だ。冷たい床の上をすり足で歩き、肉を刻みミンチにし、ごちそうを用意する。ふと何者かがそこにいる気配を感じ取った。招かれざる汚れた客。彼らの台所に忍び込んだ害虫は1匹たりとも逃げることは許されない。許されようが許されまいがそんなことは関係ない。あとは右に進むのみ。悔し紛れに瓶を投げてきたがシックスには届かない。残念だったな。ようやく双子のシェフとおさらばできた。さあこっからがいよいよである。リトルナイトメアのクライマックスが近づいている。雨が降っている。謎の施設モーの全貌が明らかになろうとしていた。モーは毎年やってくる。それはいつも同じ時期だけど必ず別の場所。ゆっくり這うように進み、ギラギラと光る水中深くに爪を沈める。奇妙な沈黙の末、ある場所に腰を据える。何かを待っているのだ。間もなくするとゲストが到着し始める。汗を垂らし腹をすかせたおぞましいゲストたち。洋服がはじけんばかりに膨張した体、退屈で生気を失った死んだような目。彼らはすり足で入り口へと進み、もうの口の中へと消えていく。ゲストたちはそれっきり姿を消した。門に入った者は一人として出てこない。中の様子は誰にもわからない。少なくとも今のところは。なんともうは巨大な船だった。正確に言えば船のような化け物である。太ったゲストたちが門の中に入っていく。まるで巨大な胃袋に飲み込まれるがごとく、そんなゲストを上から眺めている誰かがいた。あ、ところでさ、この丸々と太ったゲストたちってなんかどう見ても資本家の風刺だよね。そんな気すんな。障子に木造建築、このステージはだいぶ日本風のようだ。おもてなしの先に待っていたのは肉をむさぼり食うゲストたちの姿であった。こんにちは。内風はそうなのにどう見ても日本食要素がないというか、調理されてすらいない。寿司と生肉を勘違いしてるんじゃなかろうか。ゲストがシックスに反応した。おっさんはシックスの肉を求めて興奮状態。取って食おうと迫ってくる。足は速くないが威圧感がすごい。変態だ。絶対に捕まりたくはない。床でも舐めてろ豚野郎。ゲストエリア。到着したゲストはひしむ板の上をよたよたと歩きながら大きく開いた門の口へと入っていく。ここにやってきて座り、汗をかきながらむさぼり食っては食べたものを吐く。何度でもここは宴に集まる丸々としたゲストのためだけの特別な場所だ。この区画はなんとなく千と千尋の神隠しを彷彿させる。醜悪なんてレベルじゃない。食事というより合体に近い。人間性を失った肉の塊が命を失った肉の塊を下っている。野生のハム太郎が飛び出した。頬袋に贅肉が詰まってるなのだ。肉と肉のサバイバルゲーム、セルライトのなすりつけ合い。これが本当の孤独のグルメ。一番太ったやつが勝つ。さて、この辺りからこの作品のテーマが浮き彫りになってきます。基本腹ペコの6、胃袋の意味を持つ場所、もうそして食べるものと食べられるもの、一貫して食にまつわる出来事が多い。そもそも6の名前自体が意味深なんだ。キリスト教には7つの大罪という概念がある。生来人が持つ様々な欲を堕落の象徴として戒める戒律だ。その7つの大罪における6、6番目にあたる罪が暴食である。つまり6という名自体が悪なき食欲、すなわち暴食の罪を暗示しているのかもしれない。ところで不思議なんだけれど、あのゲストたちをもてなすための肉ってどこから調達してるんだろうね。相当な量やで。気がつくとだいぶ静かになっていた。あの狂乱の宴も一段落ついたらしいと思いきや、ぬるりとゲストが現れた。まさかの二次会である。しかも6めがけてどんどんゲストが集まってきた。もう収拾がつかなくなっている。こうなったらもう逃げるしかない。ゲストむさぼり続けるお客たち、もうはゲストなしでは生きられない。大きな広間に集められたゲストたちはタワンダイスにどっしりと座り、ごちそうを食べる。味わいもせず食べ続け、止まることを知らない。いずれそこからいなくなってしまうわけ。早くいなくなってほしいもんである。背後から迫り来る変態ブルドーザー。あんなものに惹かれたらただごとでは済まない。食に取りつかれた豚どもが血眼で迫ってくる。飛ばない豚はただの豚だ。なんとか生き延びた6だが、再び上の病に襲われてしまう。さっきまで大量の肉があったのに間が悪いことに見つからない。どこかに食べ物はないものか。ところであれだけの肉、シェフらは一体どこで調達したんだろうね。胃袋の意味を持つ船、もうどこかに消えていくゲストたち。どうしてゲストは消えるのか。そういえばもうには大量の靴が廃棄されている場所があったね。ということは、そんだけたくさんの人が靴を捨てたということだ。何か怪しい。もしかするとあの肉の山の正体、消されたゲストたちの慣れの果てだったんじゃないのかな。まあ何だっていい。肉が欲しい。と、ここでピンチヒッターノームが現れた。苦しんでいる6のためにソーセージを持ってきてくれたらしい。友達を欲しがる変わり者のノーム。弱肉強食のここですらまだ優しさが挟まる余地があったらしい。この世界もまだ捨てたもんじゃない。取り返しのつかない階段を登ってしまった気がする。なぜ6はソーセージではなくノームを食らったんだろうね。着物を着た女性を見つけた。物語冒頭、悪夢に出てきた人であるが、あの女は行ってしまった。6の旅の終着地点、エンディングは近い。やってきたのはピンクの部屋、割れたガラス、不気味な絵、不穏な気配漂う洋風の館。誰かの鼻歌が聞こえてきた。着物姿のレディが歌ってる。鏡を見ながら髪を溶かしているようだ。しかし肝心の鏡が割れている。そのことにレディは気づいているんだろうか。にしても聞き覚えのあるメロディーだ。あれはシックスが腹を空かせた時に聞こえてくる歌である。レディとシックス、2人はやはりどこかでつながっているらしい。壺の中から鍵が出てきた。鼻歌が止んだ。確実に気づかれた。が追ってこない。それどころかレディは姿を消した。普段と逆だ。レディはシックスを恐れているんだろうか。レディの部屋、開花でゲストたちが大いに満たされている間、レディは自室に引き下がる。この場所を知る者はほとんどいない。誰もここへ近づこうともしない。毛の上は彼女の上、毛の渇きは彼女の渇き、全てを司るはこのレディなのだ。どうやらレディは毛をコントロールしているらしい。鏡が壊されまくっている。ちょっと異様な光景だ。扉が勝手に閉まった。闇の中からレディ現る。ホバリング移動しながらシックスを追いかけてきた。なんとか逃げ切った。明かりのあるところまではやってこれないようだ。誰からも顔を見られたくはないらしい。レディ、用心深い目。レディは静かにまじないをかける。しなやかに、そして気品ある物腰で。外界が混乱に陥っても彼女には預かり知らぬこと。彼女にとってはもうこそが全て。それなのに今は逃げ出した子供の噂がありとあらゆるものを脅かしている。何人たりとも邪魔をすることは許されない。どうやらレディはシックスを恐れているらしい。その理由は不明だ。さて、レディの部屋の鏡は基本的に壊されている。だが、ただ一つだけ壊されずに残っていた鏡を見つけた。明らかに重要そうなアイテムだ。持っていこう。一人佇んでいるレディ。明かりが消えた。いつ襲われてもおかしくはない。とりあえず明るいところに避難しよう。あのクソババア。どうやらレディは姿を隠せる闇の中でだけ活性化するらしい。匿名こそ最強。そんなレディに有効なのが鏡だ。自分の姿を直視できないとでも言うのか。そういえばリトルナイトメアの登場人物は大体皆素顔を隠している。まるで皆人に言えない後ろめたいものを背負っているようだ。だからこそレディには鏡が効くのではなかろうか。もうという名の化け物、貪欲な人間を喰らう胃袋。それはある種の裁きに近い。だが、そんなもうをコントロールしていたレディ自身が一番貪欲だったのかもしれない。ぶっちゃけまあいろいろブーメランしてるんだよね。モーとレディは一心同体状態ゆえに自分の瞳で自爆する可能性がある。だからじゃないかな。レディが鏡を壊しまくっていた理由。いずれにせよ、秘匿は破られた。悪夢の世界をさまよったシックス。でも実のところシックスが悪夢を見ていたというよりシックスそのものが悪夢だったんじゃないかな。小さな悪夢、リトルナイトメア。さあシックスは腹を空かしている。何か食べ物が必要だ。いやー、編集大変やったさていかがだったでしょうか。リトルナイトメア2も出るんでね、そっちも楽しみっすね。他にもこの手の動画を上げてるんで、良ければぜひ。というわけで以上、なるにいでした。じゃあね。